バナナセンガは、日本のプロレスラー、本名、センガタツヒト、2004年5月16日、東流門の13期生として、メキシコのアレナコリセオにて、オーニッツと無センにてデビュー。後にサルサチーム、ロスサルセロスハポネセスの、ヒヨッコ団員として、バナナ地下に改名。片腕に、大きなバナナクッションをはめて皮をむく入場スタイルに、黄色い声援が飛び交う。その後、 剣45度に負けたら軍団剣入りマッチを組まれて軍団入りすぐに調子に乗る聖域な構成員として剣の手を焼かせる道の区プロレスに主戦場として参戦プロレスリングエルドーラドに所属大和志通ルの軍団に入るべくリングネームをヘラクレス王地下に改名する2007年8月30日道の区プロレスの覆面ワールドリーグ戦に登場した芝天は 彼の変身で、柴天としては普段は見せない、パワーファイトも見せて以降、道のくプロレスには、柴天として参戦していた。2007年4月、荒キロックフェストにて、千賀栄吉で登場。2008年、エルドーラドの解散後に、親会社のソウルコネクション所属となる。そして、務大杉とタッグチーム、スピードオブサウンズを結成。この頃から第二本プロレスにも参戦して、 メンエステオが率いるメンズカルブに加わっている。2009年 SOS に大和紙トールを加えたユニット和紙 OS を結成して自主工業紅白プロレス合戦開催を発表。11月ソウルコネクション解散になりフリーとなる。主に道の区プロレスと大日本プロレスとプロレスリングバッサラに参戦している。2018年7月12日 プロレスリングバサラで行われた2大解名マッチノンブレコントラノンブレでベストストレッチマン V3 に敗北してバナナ地下に再解名させられた兄がグラビアアイドルの山崎まなみのマネージャーを務めており山崎が試合を観戦に訪れたことがあるヤッペーマン1号芝天カッパをモチーフにした日本の覆面ですらヤッペーマン1号ヤッターマンをモチーフにした日本の覆面ですら 2009年3月14日、道の区プロレス、八幡町民総合体育館大会で、ヤ平ペーマン2号と共にデビュー。2013年、酒に酔っていた際に、道の区プロレス専用車のフロントガラスに虫が止まっていたことから蹴りを繰り出し、ガラスを破壊してしまう。次回大会からガラス弁償代、臨時レンタカー代、その他もろもろの費用が工業でのギャラでは、不足のため、 ヤッペイマン1号をお助け募金を各試合会場に設置して呼びかける始末となる2014年2月15日、道の区プロレス新規バファーストリング大会で正体を明かしたバナナ1000がヘラクレス地下ヤッペイマン1号スカイツイスタープレスと同型ありがとうございます。